こんにちは、きこです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まあ、おかげさまでね、年末年始と忙しくさせていただいてます。まあ、今日ブログに書こうかなと思ってるんですけど、まあ、忙しくなっちゃった時にね、久しぶりになんかこう気持ちがね、なんていうの、乱れる感じがあったんですよ。今日の朝、昨日ぐらいからあったかな。で、そういう時にね、私が何やってるかってことなんですけど、ブロック解除するんですよ。潜在意識のブロック解除やって、まあ、意識をそらしてるんですけど、まあ、それをやったりこう、あとやっぱ宇宙語がいいんだよね。宇宙語喋ったりとかして、意識をそらす、あとはまあブロック解除するっていうのをやってるんですけど、で今日ねやっぱすごい、まあ、最近のね自分の一番のこうなんていうのかな、感覚として、一番楽な感覚っていうのがありますので、それをねご紹介したいなと思います。ご紹介してからアカシックレコードの見方やりますね。すごいね、なんていうのかな、自分自身が結局宇宙を作ったっていうね、その意識でいると、まあ、何にも影響されないっていうんですかね、だからいろんなものに影響されてるんですよ、私たちって。もともと自分が作ったはずなのに、魂ではみんなで絶対分かってるんですね、自分が何か、想像したんだっていう。分離してるからなんか自分はそんな力がないとか思ってますけど、本当はもう一人一人が、まあ、元を正せばみんな一つであって、本当に意志を持ったなんで大いなる宇宙っていうかね、存在なんですよ。そこが分離して分離して、こういういろんな形になってるように見えてるだけだから、そう、元のねやっぱり大元にねつながっちゃえばいいんですね。だからなんていうのかな、よくこうあるのは星の影響を受けたりとか、惑星が今ここの惑星がね、ここのハウスにあるから私はこうなっているとかね、あとはこう自分が生まれた時の宿命とか運命とかあるじゃないですか。まあ、例えば私で言ったら、なんだろうな、秋っぽいってやつ、昨日ちょうど話してたんだけどね、秋っぽいとか、すぐねいろんなところに転々としちゃうんですよ、気持ちがね、気持ちとか自分が動いちゃったりするんですけど、でもねこれってまあ特性としてあったんだけど、なんていうのかな、超えるんだよね結局。そういうのが自分って言われちゃうと、それを気にしてる自分がいて、あ、こういうのなんだなっていう感じでこう納得しちゃう、認めちゃうってことだから、認めちゃうとそれをずっと続けるみたいな、きっとねそういう特性とかはあると思うんだけど、結局そういういつ生まれるかとか、なんだろうな、星占い、占星術とかね、惑星とかさ、作ったのって私だからっていう感じだよね、あなただから、あなたが作ったわけだから、作ったものに何影響されてんのっていうね、そういう意識がねすごいいいんですよ。そうやって考えるとね超えちゃうんだよね、その枠を。月を作ったのも自分とか、すごいな、すげえ音だな。そう、わかりますかね、結局何か意識を向いてることが現実になってくるから、そう、意識を向けないとかね、それに対してそれをもっと超えた大きい存在、それを作ったのも自分っていう意識になると、本当に怖くない、何にも恐れるものなくなっちゃうね。この意識がやっぱなんか大事っていうか、なんだろう、最強だなって感じ。もう誰もがここに行き着いちゃえば、自分が宇宙を作った自分自身っていう、よくあるのは創生エネルギーとかなのかな。でもさ、創生エネルギーってなんかさ、誰が作った言葉なんだろうみたいな、なんかソースってよくわかんない、私なんかしっくりこなかったから、宇宙作ったの自分とかさ、そういう意識の方が分かりやすいかな、私的には。そう、そんな感じでねやるとね、すごいんで超えちゃうよね。もう本当に今にいられるし、リラックスできるし、そう、やっぱりここ先のこととかね、この間、なんていうのかな、過去のことに対して縛られる自分がいたりするんですけど、
超えるね、やっぱり。うん、本当に私服でいつもいられるっていう感じなので、よかったらやってみてください。で次ね、アカシックレコードの見方。アカシックレコードね、降りてきたんですよ。どうやって見るかってずっと考えてて、左目、こっちの目ね、左目で見るっていうことなんですけど、なんで左手で見るって気づいたかっていうと、なんかそうだ、講座受けたんだよね、通信講座みたいなの受けてて、でそれではね、こう対面でやって相手のなんか右目を見るって言ったね、前に人がいて右目を見るって言ってたんだけど、なんで対面じゃないといけないのって思ったんだね。そうじゃないとアカシックレコードが見えないってどういうことみたいな感じで思ったから、そう、自分の情報とかどうやって取るのっていう感じだったんですね。だからやっぱこっちで見る感覚はあるのかなと思ったけど、そう、いろいろ自分で試してて、でなんか買い物行ってる時に、オート力車乗ってる時にね、こっちの方に意識向けてたら見えてきたんですよ。そう、ではそのやり方をお伝えしていきます。じゃあ、私が今ちょっとやってみますね。伝えるっていうかね、私がやってるのを見ていただいて、あ、こうやってやんだなって思っていただいて、まあ、教えるとかまだそこまでちょっといけないと思うから、まあ、こういうふうにやってんだと思っていただきたいんですね。でね、ブロック解除できる人はブロックのイメージ見るあたり、そうだな、前世とか見れる人は前世見るあたりとか、そこに一回意識向けて、できない人はそれにしなくてもいいんだけど、まあ、私はそっちに一回意識を向けてから左目に行くんですね。左目の、ちょっとね、左目の前の方を見るじゃん。このね、肉眼で見るんじゃないよ。意識をそっちに、前の方に向けるんですよ。前の方に向けて、そこからさらにジャンプしちゃうので、ジャンプしてその前に行くんですよ。ピョンと、今行った感じね。はい、行きました。はい、じゃあここから情報を取っていきます。じゃあ私の氏名は何ですか。で、名前とね、やっぱ生年月日入れると分かりやすいから、旧姓の名前と生年月日、山岸明子、1977年9月22日生まれ。そう、これで情報を取っていきます。私の氏名は何ですか。自分のやつとかもね、やっぱりこうやってちゃんと生年月日と名前入れると客観的に見えるんだよね。私はみたいな感じで言うよりも、この人のみたいな感じで情報取ってる感じね。氏名も癒し、よく来るね、癒し、自分の癒し、地球の癒しだって。もうアースヒーリングアキコっていうね、アメブロのあの ID タイトルがそれなんだけど、なんかどっかで分かってたのかもしれないね。やっぱりこう癒しで来てるみたいだね。これが私の使命なんだね。じゃあ、なんで私は今世地球に生まれてきたんですかって聞いてみようか。なんで私は地球に今世生まれてきたんですか。で、左目の先の方に意識向けます。目開いててもつぶっててもいいけど、私はねちょっと目開いてる方がやりやすいから、一点に集中して先を見るみたいな。ごめんね、ちょっと変な顔なんて言うかもしれないけど、いつも変だね。なんで地球に生まれてきたか、すごいね。うわ、そうなんだ。地球に来るのがね、すごいね、楽しみだったみたいなんですよね。なんかすごい哀愁というか、感情が伝わってきて、すごい、まあ、悲願というか、この時代のここに生まれてくることをすごい楽しみにしていたっていうね、のがすごい出てきたから、そうなんだね。やっと生まれてこれたんだね、ここに。よかったね。じゃあ、宇宙時代、今ね、よく前世はね普通に見るから、宇宙時代の前世ってさ、なかなか見れないじゃん。それね、アカシックで見ていこうかな。私、宇宙時代どんな星にいましたか。左目の奥に意識を向けます。もうね、合ってくるね、やっぱり。アカシックって来たけど、アカシックってなんだ。やっぱりアーなんだね。アンドロメダ、アルクトゥールスだね。宇宙時代って言ってるけど、アトラもなんか
しりとりみたいな、アトランティスとかね来ちゃったけど、あとなんだろう、アルタリアとかってあるのかな、なんかいろいろやっぱりなんかね、バシャルに全部の星って言われたからね、全部ってもうありえない、どういうことだよみたいな感じだけど、もうなんかしりとりみたいになっちゃってもね、 あから始まる言葉みたいな、うん、感じですけども、あから始まってそれだから、まあ、永遠と続きそうだから。主要な星はどこなの、アルクトゥルス、うん、私はね主要な星はアルクトゥルスですね。アンドロメダが出生みたいだけど、なんだろう、アルクトゥルスのエネルギーが強いのかな、うん、って感じです。じゃあそうだな、これ未来も見えるから1年後に自分何やってるか聞いてみようかな。1年後の私は何やってますか。1年後の私、え、どうしたのそれ、あらだ、ごめんなさい、どっかから何か持ってきた。1年後の私、なんかすごい素敵な椅子に、今欲しいって思ってる椅子があるから、その椅子なのかな、やっぱりアジア風の椅子に座ってすごい伸びてコーヒーを飲んでいる私が見えてきた。ゆっくりしてんだ、バタバタしてる感じじゃないのかな。すごくね素敵なホテルみたいなところでゆっくりと体をの伸ばしながらコーヒーを飲んでスマホいじってるっていうのが見えるね。家族はどこにいますか。ああ一緒に遊んで、子供はキッズルームで遊んで、旦那さんはボクシング見てるみたいな、そういうのかな、楽しそうだね。家かな、家ですって。ああやっぱりじゃあ家作るんだね、こういう感じのっていう感じのが見えたね。面白いね、自分で結局意図したら何でも見えちゃうんですよね、でね、今まで前世見たよりもね、もっとこの左目の奥で見る方がクリアなんだよね。クリアだし、なんて言うんだろう、写真みたいな感じでバッと出てくるから、バッとっていうかなんか1枚ずつちゃんと出てくるっていうのかな、私はね、前世を見るときに前世って思ってこの辺りで見てたんだよね、今まで。前世、私に今関わる前世みたいな感じすると出てくる魔女のやつが出てきたんだけど、ここで見るんですよ、ここで見てたのね。アカシックレコードはこの先で見るから、そうなんかすごいやっぱ見やすいんだよね。こっちだとなんていうのかな、こっちも好きだよ、好きだけどこっちの方がクリアっていう感じです。そうだから、なんていうのかな、見方は、まあ、こういう感じですので、左目の先で見る、肉眼じゃないです。もうねスピリチュアルなこと肉眼で見るってもう思ってる方は違いますからね、お分かりだと思いますけど、妄想みたいな意識で見るみたいな感じだから、目つぶってたって意識でだから見えるんだよね、そんな感じです。これねやっぱ左手の見るのすごいよ、クリアに見えるし、必要な情報、この間見てた時はね、あの宇宙時代見てたんですよね。あんまりだからこっち側の前世と思ってここで見るとなんかはっきり見えなかったんですよ、ずっと。なんで私はっきり見るタイプじゃないのかなみたいな、なんか見たくなくてやってんのかなとか思ってたけど、このアカシックで見た時にキリン星人みたいに出てきたんですよ。キリンみたいな、アホ面のキリンみたいのが2匹2人いてこんなになってるんですけど、こんなになって、無謀みたいな感じだったんですけど、可愛かった。そんなのね見たことないもん、こっち側で見る前世ではちょっとやっぱり今まで見えなかったので、すごいやっぱ嬉しかったよね、見れるじゃんみたいな、そうクリアに情報が取れるっていう感じなので、これね、あのもしできる方はあの左目に意識を向けて一回、だからそのまま意識向けてもいいんだけど、潜在意識とか見れる方は一回そこにアクセスして、ブロック解除のブロックのイメージ見るあたりに意識を向けて、そこからこっちに入っていくと入りやすいかな。
こっちに左目の方に意識を向けて、そこからジャンプするんですよ。ピョーンとその先に、そこにあるんですよ。だから潜在意識のちょっと奥なんですね。なんか座学でね、いろんなこう知識やっぱり多いじゃないですか。アカシックレコードも私も、いろいろやり方はみんな言わないんだけどさ、ここにあるみたいなことはみんな言うんだよね。で言ってるのがさ、潜在意識って言ってて、私潜在意識すごい得意だから、結局ずっと一番潜在意識に関わってきてるからね、私が潜在意識得意だからできないはずないなと思って、 それでちょっと研究というかね、どこからこのブロックのイメージを見るあたりで多分見るんだろうなと思ってたから、そう、そしたらやっぱり見えたって、その先で見えたって感じだね。そう、だから潜在意識のその先に、なんだっけ、集合意識とかがあるんだよね確か。そう、だから少し奥に入ります。奥に入るんだけど、その奥に入るのはなんかジャンプみたいな、ジャンプしちゃうんですよ。そう、そうすると行けちゃうんですよ意識で。なんだろうな、左目の意識向けてそこにジャンプして、そうで、そこから生年月日と名前言って、生年月日と名前言わなくても見れるみたいなんだけど、やっぱりね、ここ生年月日と名前言った方が見やすいと思う。ちゃんとパンと出してくる。だから出す方としてもっていうかね、アカシックレコードとしてもやっぱり出しやすいんじゃないかな、私の何かみたいな感じで言うよりも、一回それにアクセスして見ていくっていう感じにするとやりやすいと思います。まあそんな感じです。いや、やっぱアカシックもね、楽しくてね、ずっと見てんのこれ。本当にね、人間って全部持ってんだよね。あの、なんだっけ、誰かねコメントに書いてくれたんだよね、ブログのコメントに。フリーメイソンの目も、目だったっけな、フリーメイソンってこう目のマークじゃない、ああいうのもなんか目だし、あと左、なんか左目らしいんですよね。そうだから、やっぱりそのなんていうの、隠されてきたっていうか、こういうことって結局分かっちゃったらね、こんなに簡単に私たちがアカシックレコードにアクセスできるとかね、潜在意識見る、前世見るとか、チャネリングできるってことに気がついちゃうと、わざわざ波動を落として、波動の高いところからね、波動の高い星から地球っていう不便なことを学びに来た星に来て、なんだろうな、早く目覚めちゃったら意味がないじゃないですか。経験ができないから、わざわざやっぱり隠す必要があったんですよね。そう、だからすごい難しくなってたりするけど、まあ実は、まあ、全部ね、全知全能の自分ですから、全てがやっぱりあったってことですよね。で、左目がねの情報としては、過去の情報らしいんですね。で、右目は、霊視が、ね、できるっぽいね、やっぱり。そう、今の情報を取るときに、そうだな、今じゃあ旦那さん何やってるかなって霊視してみようか。こっち側の目での、前の方に意識してみると、トイレ入ってるよ、レストランで。トイレ好きなんだよ、地だから。そう、あ、行かないで、こっち来てて。そう、そんな感じなので、分かんない、合ってるかどうか分かんないけど、意識向けるとやっぱこっち側の右目とかにも霊視できちゃったりするんですよね。今の体の状態とかさ、見ることできて、左手では、左目では、過去の情報が取れるっていうね、すごくないですか。なんか超楽しいんでね、皆さん、あの、気軽に、真面目にやることでもないと思うので、気軽に楽しんでやっていただくといいんじゃないかなと思います。では今年もよろしくお願いします。また動画撮ります。